はい、基本一人です。いつもありがとうございます。後ろに弟いますけどね、今、次男のね、統合失調症で入院してる次男のですね、病院の駐車場にいます。今日はね、祭日ということで、弟がね、作業所お休みということでね、まあ、グループホームにまあ、一日中いるわけですけどね、まあ、ちょっと退屈するのしてるんではないかということでね、ちょっとドライブということで、いつも通り、ドライブコースはね、次男の、病院っていうことでね、ついでに連れてきちゃったっていう、感じですかね。まあ、今日は次男の差し入れはこちらですね。ロールケーキですね。こちらをね、持っていきます。まあ、当然会えませんけどもね、まあちょっとね、1週間に1回、5日ぶりかな、まあ、大体あの1週間というよりは、5日に1回ぐらいの間隔でね、こちらには来てるような感じですね。ということで、差し入れしていきます。ということでね、差し入れしてきましたね。まあ弟はね、待っててくれたんでね、ちょっとね、これからコンビニに行って、ジュースぐらいは、飲ませようかなと思ってます。まあせっかくね、いるんで、まあちょっとね、ドライブしながら、ジュースを飲みたいと思いますね。はい、元気ですか？元気ですね。こちら、ね、待ってて、ちょっと待ってて、はい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 、よいしょ。見せようと思ったら、ファミリーマートのフルーツミックスって書いてある。おいしい？何も言わない。今日はね、本当祭日なんでね、久しぶりですね。本当1週間ぶりぐらいで会えた感じですね。最近はね、本当にまあ要するに平日はね、作業所行ってるっていう感じなんで、なかなか夜とかね、無理して行けば会えますけどね、会いにも行かない感じですね。本当にね、去年の今頃はね、リハビリを始めて、週5日一緒にいましたけどね、まあ本当にこれからは1週間に1遍ぐらいかな、本当にそんな感じに、なっていくと思いますね。はい、まあ2週に1遍ぐらいはね、家に呼んで、ご飯食べたり、してますけどもね。全部飲まなくてもいいで置いときな。全部飲みたい？いいら、もう。もういいら。いいでしょ、もう。まだ飲みたいの？ダメだね。なくなるまで飲み続ける感じかな。さすがにジュースはね、ちょっとね、糖分が多いんでね、何て言うんだろう、お菓子はね、ストックしてね、グループホームで食べさせるようにしてもらってるんですけど、ジュースはね、飲ませてないんで、久しぶりだと思います。まあこれで、ドライブして、帰るという感じですね。美味しかったかね。はい。今日はね、お習字をやったんだけど、いきなりね、煙鉄百貨店で展示するものをやるって言って、15分でね、書きなさいって言われて、5枚ぐらい先書いただけど、みんなどんどん名前書いて、みんな
4人の人、最初4人がやって、また4人で最後の口で入ってやってたら、もう私一人になっちゃったもんで、焦って余計最初から書いた方がいいっていうような感じになってしまって、でやっと1枚だけ出したわけね。出しましたこれなんかこの辺はもううまくいってるねやつだね、これね。そうだよ、うん、なかなか綺麗にやできてるね、うん、個性が多少あるわけだけど、まあ全然展示されない、ここなんかちょっともうちょっとね道がうまく、うん、まあ、こういうのデイサービスで教えてくれるってことだね、書道教室ね。教えてくれるっていうより字、まあ初めて見る字を習って書くだけで、いきなりもう書いていいのから出すって言って、はどんどん、私は初めて今日やったわけだけどね、もうみんなな1年に1回は必ず参加してやってる人ばっかりで、私はまあとにかく初めて紙をこういう形の紙だって見たのが今日、うん、はい、じゃあこれで以上です。はい、基本一人です。いつもありがとうございます。お昼ですけれどもね、ジョイフルの駐車場にいます。今日はね急遽ねジョイフルでランチを食べることになりましたね、一人で。なんでかっていうとね、ご飯をね、炊くのを忘れてしまったということですね。で母親はね、パンがねいっぱいあるんでね、パン食べればいいっていうことでね、まあ外食あんまり好きじゃないんでね、パンを食べるということでね、済ませるみたいです。で私はね、どっちかっていうとパンはねなるべく食べたくないわけですからね、まあちょっとね、ジョイフルでねランチを久しぶりに食べたいと思います。日替わりランチ、はい、ご飯大盛りで、はい、でドリンクバーいりません、なしで、はい、はい、以上で、はい、日替わりランチご飯大盛りでお持ちします、はい、お部屋はご自由になりやすくございます、はい、ハンバーグが大好きなのとね、ここは安いんでねやっぱり来てしまいますね。一口チキン南蛮とミニハンバーグですね。ライスは大盛りにしてもらいました。チキン南蛮ってね言ってましたけどね、唐揚げにねタルタルソースつけて食べてるような感じとあまり変わらなかったんでね、あまりチキン南蛮っていう感じはしなかったですけど、まあ美味しかったですね。あとミニハンバーグはね本当にファミレスのハンバーグっていう感じの味で、こちらも美味しかったです。最近はですね、コロナもね収まって、気候も良くなってね、どっか遊びに行けばいいんだけどね、なんかねあまり旅行にも行く気も起きずにね、なんかうだうだしてますね。その代わりね、車を新しく買ったんでね、その車を買う、以前にねいろいろどんな車買おうかなとかね、ネットでいろんな車の値段とかね、そういうのをね調べたりなんかして、あと実際ね車屋さんにね現物を見に行ってね、こう中を見せてもらったりね、遠くから眺めたりなんかしてね、この車本当に欲しいのかどうかなんてね、いろいろ見に行ったのもね結構ね面白かったですね。まあ本当にね、10年ぶりの車選びということで結構ね、楽しめました。もうそれもねもう本当に買ってしまったんでね、一段落したんでね、これからまあどうしようかなっていう感じです。あとね最近楽しいのはねサッカー観戦ですね。10月の初めからねダゾーンにね入会してね、
割とあの J リーグのサッカーとか J2 のサッカーとかね、見れるもんですからね、結構ね土曜日とか、ライブでね結構見たりしますね。あとはね川向こうが磐田市ということでね、当然昔からねジュビロ磐田を応援してますね。あんまり熱心な感じではないですけどね、最近、ダゾーンでね見れるようになったんでね、熱心に見てます。しかもね今年はジュビロ磐田がね J2 ではね本当強くてね、このまま行くとまあ間違いなくね、J1 に昇格できるということでね、まあそれもね楽しくてね、結構見てますね。ヨーロッパのねサッカーも見れるわけですけどね、まだ選手とかチームがねよく覚えてなくて、これからねちょっと徐々にね見ていけばねまた面白く見れるんじゃないかなと思っていますね。考えてみたら相変わらず引きこもり生活でね、ちょうど、コロナがねひどくなったオリンピックの頃とねほとんど変わらないようなね引きこもった生活をしている感じですね。で今回車中泊をね、できる車に変えたわけなんでね、車中泊とかすればいいんだけど、なんかねだんだんこれからね寒くなってくるからね、どうしようかなみたいな感じで、まだ躊躇がありますね。まあ結局のところね、つまんない生活をしてるわけじゃないですね、結構ね楽しんではいます。 YouTube のね撮影編集もね、自分なりのペースみたいのがね、もうできてるんでね、まあ本当に楽しんでやれてますしね、ある意味ね充実してるといえば、充実してるのかもしれませんし、まあ、ちょっと物足りないなっていう気持ちもねないわけではないなっていう感じで、まあちょっと微妙な感じではありますね。自分はね 100% 幸せですなんていう言える方はねそんな多くいないと思うんですね。やっぱりね、まあ、まあまあ幸せですとかね、まあ普通ですっていうね感じの生き方されてる方がね大半じゃないかなと思います。そしてね、僕もその中の一員という感じですね。食事の後はね、ちょっとだけ、10インチのタブレットで、ね、YouTube ちょっと見ましたね。ドリンクバーはね、どうしてもね、ジュースガブ飲みしてしまうんでね、今回はやめましたね。だからね、本当に500円のランチということで結構美味しかったですね。最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。